おはようございます。12月6日の速稼塾ニュースです。今日のテーマはですね、継続すると見えてくるということでお届けしようかと思います。まあ継続ですね、言い続けて、そしてもう1年経ちます。まあ私が始めた頃から考えるともう5年になるんですけども、継続が大事ですよと、凡事徹底ですよと、途中でやめたらまたゼロに乗りますよと、そういうことをね言い続けて、まあある人はよし今度こそこの継続にかけてみようという方もいらっしゃいます。で、一回やめていたものを再開する方もいます。ただ今日の時点でその継続やっぱり続いてないんではないかなというふうに感じますよね。ここで面白い状況があるんですけども、まあ、いわゆるですね、状況を変えた人とか、いわゆる稼いだ人っていうのは続けてるんですよ。で、未だにですね、稼げてない人とか、まあ、挫折が多い人っていうのは継続ができてないんですよね。で、継続すると見えていくものっていうのは確かにあってですね、その継続っていうのが例えば3ヶ月とか6ヶ月で見える場合がありますけども、まあ、通常私たちはね凡人なんで、年という単位で捉えていかなければならないのかなと思います。その時に、私はね3ヶ月の短期集中を何セットすることによって、継続によって見えてくるものがあるのかっていうふうに考えてるんですよね。だいたい2セットとか3セットをやると、要するに6ヶ月とか9ヶ月やってみるとですね、この先やっても目があるのか、それとももう一歩で見えてくるのかってことが見えてくるんですよ。これが継続によって見えてくるものです。ただ大抵の人は2ヶ月3ヶ月すら続かないと、6ヶ月半年になるともうねあんまりいないんですよ。だからこそなんですよ、続ける人がいないってことは続けた人がプロなんですよね。その市場で残ってるってことなんですよ。その市場に残ってるってことは、ベテランになってるってわけなんですよ。ただ残ってるだけでいいです。ただ残ってるだけでいいんで、この継続という世界にですね、まあ居続けてほしいなと思います。まあ振り返ってみると、私もその暗号通貨ニュースというものをお届けして、もう早ね、何百日になるのかってとこですけども、この春ぐらいから始めたのかな、200日ぐらいですかね、200日ぐらい連続でやってるんですけども、まあ、ここによる情報発信っていうのは継続するということに対してですね、まあ、私が情報を取っていく場面っていうのも増えましたし、それからずっと見てくださる方っていうのもいると、継続すると見えてくることが大事なんですよ。で、この FX ですよね。 FX も私は1月の1日から、まあ、正確に言ったらもうちょっと前からなんですけども、12月の、下りから始めてるんですよ。もう1年になるんですよね。その FX ってのを1年続けていくとやっと見えてくるものがあります。それはプロの人が見えていると言っていたところが、あ、これのことだったのかっていうのがやっと見えてくるのが、何回も何回も同じところで、間違えて、同じところで誤解して、似たような失敗を繰り返してついに見えてくるわけなんですよ。で、今は見えてくるかもしれないというレベルなんで、もうモチベーションが落ちないんですよね。で、今まではですね、見えたつもりで見えてなかった、で、見える前にやめていた、そういうことばかりだったんですよ。本当にですね、継続するってことは、それによって結果がもたらされているというよりも、継続することによって続かない、要するに、ね、負けていった人の原因がありありと見えてくるってことになってくるんですよ。まあ恐ろしいですよね、そう考えると。で、私の場合は FX の方、相場の方はついに1年を迎えますけども、まあやっとですね、この FX で2018年はかなりの資金増を狙えるなというふうなところまで来たわけですよ。要するに FX というのは短期で現金を手にすることができますから、しかもですね、資金の取り出しっていうのが毎日行えるわけですよ。で、税金面でも優遇されてますんで、はっきり言ってね、 FX だけをやっていったら一番税率低いんじゃないかなと。苦労して事業をやって利益を上げるよりも絶対に FX の方がいいなと私はね思ってますね。大体ですね、事業やって税金って高すぎるんですよ。今本当思えばですね、何のために、半分は税金のためにやってましたからね。で、借金を抱えてその借金を返済する利益を取るところも税金がかかるわけですから、要するに借金の返済っていうのは経費になりませんからね。もうだから借金を返済するっていうのは、それまでにできなかった利益を上げていって、それまでに払ったことがない税金を払いながら、さらにその利益の残りで借金を払うという形ですから、もう地獄なんですよ、借金を払うって覚悟したら。まあ、全部ね、払ってしまって振り返るんですけども、もう一回やれって言われたら多分ね、これはできないと思います。まあ、ですので本当にね、数百万数千万の借金で、諦めてほしくないなって気持ちもありますけども、現実返済ってのはね、かなり大きな能力とか波を捉えないと、まあ、無理なんじゃないかなと思いますね。それも継続によって分かることですね。もう、なんていうんですか、
長期の借金を抱えて分かったことみたいなねオチになってしまいましたけども、今日もですね皆さん放送の方をご覧いただきましてありがとうございました。本当寒いですね、ゆうじさんね、風邪ひかないようにしましょう。ゆうじさんおはようございます。高橋さんおはようございます。見ることを継続、はい、そうですね。内田さん、継続の中身が見極めが大事です。本当そうですね。はい、皆さんにもご挨拶いただいて返信ができたかな。返信が漏れちゃった方すいません。ちょっとライブ放送しながらねコメントがだいぶおろそかになってしまいましたけども、12月6日残りがですね、3週間余りになってきます。悔いのない2017年ということにしたいですね。それでは失礼します。